俺今かっこいいなと思うのは、ステージで、エツに浸ったりすることを。難しいですよ、それ。それは、ね、それをもしかしたらお客さんも求めてるかもしれないですから。そうなんですよね。そういう自分見ちゃうと、かっこいいと思っちゃう。まあ、それプロとの芸として、そういうのはあるとしても、うん、本当に心からエツには浸るのはかっこいいなと思いますね。僕は、その、これは全ての、その、お客さんいっぱい持ってるアーティストの人に浸われるのはいいかもしれませんけど、自分の全く興味のないすっごい売れてるアーティストの人のコンサートにふっと見にかけるので目に出かけるのが好きなんですよ、あれと面白い関係でお客さんがしてほしいことで呼び覚まされてやるっていう関係がずっとキャッチボールになっていくと、全くその信仰のない自分がこうやって見た時になんだこれやってなった時があるんですよ。これ本当にびっくりするようななんだろうこれ、うまくいないけどもそういうことになったりする時ありますから、まあ、別になるはなるでしょ、ならないわけにはいかないじゃないですか。でも心からエツになりたくないなと思うので、じゃあ例えばステージでどんな盛り上がってもちょっと数の自分はいる、うん、大概数ですね。あとはまあそのこの曲でこの辺がうまく歌えなかったなと思ったら、うん、あの次の、MC の時に反省したりとか、また逆に今度 MC 失敗したと思ったら次の曲もう歌詞全然思い出せなくなったりとか。え、それは未だに？未だにですね、ありますね。ですからちょうど僕真後ろにいるんですよ、うん、でそうそう MC 終わって帰ってくると、はい、こちらあ次歌詞飛ぶなってこと言ったら始まってから次に次最初なんだっけ、最初なんだっけ、最初なんだっけ、俺こうカウントラインしてるからもう言えないじゃないですか。何が言いたいんだ、じゃーんと始まっちゃう。僕らはその身内の格になるとそういうの関係ないんだと思ってた。あの、うがった見方かもしれないけど、それも味っていうような感じになってくるのかと思ってた。みんな、例えばこうラジオとかでも生で噛んだりするじゃないですか、大体結構僕は引きずるんですけど、半分ぐらいはでもこれも生の味だからっていうのをやってる自分とかが、ちょっとなんか情けなかったりするんだけど、みんなちゃんとあるんですね、それは。ありますね。